セブンとエーンのメンバー、ス・ンクアンが活動を再開することが発表されました。所属事務所であるプロディスエンターテインメントは、本日16日に行われた公式発表で、スングアンは10月に予定されているセブンティーンのカムバックに参加する予定です。現在は回復に専念しており、復帰の時期についてアーティストと協議中です。最遅でも9月頃までには復帰し、ファンの皆さんと再会できることを期待していますと、述べました。スングアンは先月3日に体調不良を理由に活動休止を発表しており、その後、PL エダスは、セブンティーンの公式 SNS を通じて、スングアンが病院で診察を受け、医師から十分な休養が必要であるとの診断を受けたことを明らかにしました。スングアン地味は、意欲的に活動を再開したいとの意思を示していましたが、PL エダスは、医療スタッフの助言に基づき、一時的な休養が必要であると判断しました。今回の活動再開の発表に先立ち、スングアンは、本日16日、ファンと交流するプラットフォームであるウェブスを通じて、ジミの健康状態が良くなってきていることを、こう告げし、ファンに対して安心感を寄えました。ファンからの多大なる応援のおかげで回復が、近々再び会えることを楽しみにしている様子が伝わりました。